今日はね、買ってきたのね。ペランデンちゃん。移動するだけ。今日はなんとびっくり仰天。意外と全員集合。珍しい。お盆とかはみんな集まるかもしれないけどさ、普通の日はみんなに集まりなんですよ。さあやっぱりさ、バイトしてる子もいれば仕事してる子もいてさ、育児もあるしさ、部活もあるしさ、この人数が揃うことってね、あんまないんだよね。もうすでに多いもん。ここはもうすでに暑いわけよ。なんか設定温度ちょっと、いつもとちょっと暑い。でトイレットペーパーなくなった日でしょ。で、あの拭いた、まずくしゃめです。はあ、誰途中でシオンとか妖精とかも言えよ。キラ、あの固くなにソファーを譲らないあの二人どう思う？な、同じような格好してさ、普通キラ座んなって言ってるよ。これがこんなにもね、お2人分使ってるよ俺。確かに。あ、キラちゃんおいで。どうぞどうぞ。コメント欄を恐れたやつがいる。どうぞキラちゃん。あ、届いて。これ何キログラムですか？何キロだ？5キロ1キロ。他は出た。おばあちゃんの秘伝唐揚げだって。おばあちゃん。ビール飲みて、もう。もう飲みたい。飲みたい。あ、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 やばい。やばい。あ、うるさい。はい。あ。はい。誰？おい。そこまでスタッフまで集合するの？こんにちは。おお。キラちょっと。おパンティが。おパンティ。キラおパンティが。そんなね、あげるパンティ。でもこれパンツじゃないけどね。俺から見たらパンツだよ。そうだよ。一緒なんだよ。髪の毛変わりましたね。変わりました。あら、紫になって可愛い。薄いな表現が。なんか、あー、お久しぶりです。お腹空いたんですけど。待って、家族に逃げられたと思われるよ。こんだけいたらもうすぐ生まれてるのに。大丈夫、ちゃんとあのこうピンポンって入れといて、あの嫁と仲いいよ。あ、わかりました。あのピンポンってあのこの間の4人で、あの写真を。あ、ねえ、ローズマリー屋上にないっけ？お肉焼くとき。ねえ、誰か屋上からローズマリーを積んできてくれない？積み方わかるかな？全部ちぎった。一個抜きそうじゃない？怖いよ。じゃあ僕がローズマリー行ってきます。いいんですか？はい、こうやって持ってくればいいんですよね。プランターごと混んだよ。どのくらい必要ですか？これ。はいはい、わかりました。ありがとうございます。お願いします。タフマルと上で食おうとせんで。じゃあ、いいの持ってこい。お願いします。嘘嘘嘘。あ、最低だね。しおんくん最低だね。何が？しおんがまだそっかいなりじゃないとき。アイラインでここのそっかい。うん。ラインなんだけど。うん。やっぱりここ、お店ってよって言ってた。あ、しおんくん最低だね。女心が分かってないって思ったから。まずちょっと一回ちょっと俺で帰っていいかな。確かに俺も久しぶりに会いましたもん、こんなデリカシーのない男。
デリカシーの差を女性に囲まれて生きてきて、そうよ、女性化しちゃってるから。そうね、ありがとう、素敵。いや、うちのローズマリーすごい元気。めっちゃローズマリー取ってきてって言う割には、なんかもうこんなローズマリーしかないです。ニンニク効かせちゃえよ。効かせちゃう、全部使っちゃう。どうせキラだけでしょ、困るの。キスの、キスって言うだ、なんかなんかお母さんがキスって言わないでほしい。キララちゃん以外相手いないのか、みんな。めっちゃ大きい声で言うやん。ひすいちゃんブチ切れるよ。失礼しました。あ、いいね。美味しそうだね。こりゃいいぞ。これいいぜ。あ、私のローズマリー。よし。洒落たな、ローズマリーだけで。洒落たわ。あ、あ、すごい。その手にうんこついた時の匂いかてん。でもマジですごい。おお、ね、ちょっとでも肛門味もあるっちゃあるね。きつい。いや、もったいないね、こんだけで終わっちゃうんか。かわいそうね。ほら、ハーブとかスパイスってさ、うん、そういうことじゃん。全部使って全部美味しい。これはだいぶ火通らんぞ。これはもう超弱火でちょっと置いておく。コウスケくん、なんか今日みなほさん寿司握るとか言ってるんですけど、入れるんですか。ねえ、初？いや、一回店出しました。店出しました、みなこ寿司。うまそう、うまそう。やりました。今や編集のやり方も、まあ、指定してきたよ。 SE 入れてたもんな。でん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 、たぶんちょっと渋い感じの筆書きみたいな。そう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 、はいはいはい。まあ、俺だったら全部こっからカットするけど。ああ、カット取ってた。頭から。ああ、写してよ。じゃあ信じてみよう。じゃあ、ここに思いっきり言ってみよう。みなこ寿司。なんすか、なんすか、それなんすか、なんすか、それそれなんすか、それ強そう。いいキャラになってる。あなたはいつ見ても強そうですよ。全然もう見てくれない。それノンフライヤーじゃね。いけるわ。すげえ、来たぜ革命。来てるね。やば、かっこいい。再加熱でメルタンが優先。5分だわ。静電気の違いが早くね。200度だよ。あ、そんなもんか。決めるか。炭に変わることはないでしょ。ないでしょ、5分だもん。うわ、よしよしよし、美味しそう。星光、素晴らしい。みなこさん、人よりご飯炊く回数も多いからさ、うん、こういうスチームで肌綺麗なのかも。あ、なるほどね。米のね。そんな顔でやってんの、眩しい。あ、見えないの。目線がさ、なんか楽しそうだよ。全く同じ顔でしたから。何何、紛れ込んでやる。あ、そうなんだ。2024年の目標1、寿司の子に打ち勝つ。脳咳込み。脳咳込み、オッケー。脳口呼吸。脳口呼吸。鼻の意味。こうちゃんね、こうちゃん。こうちゃんも今来ちゃう。あ、そういうこと。これこうすけくんだ。こうちゃん、ごめん、手伝ってもらってもいい？はいはいはい。ごめん、私今手が離せなくてさ。これ混ぜてもらっていい？はいはいはい。
あっち。そっち。やばい、変だ。あっち。そっち。それめっちゃ近くで吸ってみてください、鼻で。これだけですよ。嫌われないですか？大丈夫か？ちょっと胸を嗅いでみて。なんの？あ、ごめん。血を吐いた？めっちゃ美味しそうね。カリカリ？食べてる映画必要なんですか？インサートで。見たことねえわ、そんなインサート。これ美奈子さん作ったんですか？すごい、うまそう。サクサク、熱い。美味しいっしょ？美味しいっす。早いな。美味しかった。美味しかったですよ。ロピアさんが作ってくれました。あー、そうなんですね。うん、ちゃんと中まであっちっち？いや、まだ早かった。はい、外あっちっちの、うん、中は、うん、普通常温、うん、じゃあまだ足らんかったね。でも周りはめっちゃ熱いですよ。レント、これ冷やすし混ぜて。はい、私がやります。ありがとうございます。ありがとうございます。これねじり鉢巻きありましたっけ、この家。ねじりはね、いらん、いらん。ねじりじゃん。ああ、いいね。ちょ、なんか嫌だな、その風。誰も仰いでくんないんだ。仰ごうか。緊張するな。みなもさん、うちはあるんすか？うちは。すっごい頭してる。確か今日は何ですか？ないな、絶対。なんか子供の。これだよ。サーモンズ。めっちゃ来た。なんだこいつら。お、すげえ。結構近いレベルがすごい。カリカリじゃん。カリカリになりました。こうなんね。立った方がいいっす、これ。じゃ、それが正解かも。こうやって。膝使って。ああ、気持ち悪い、二人。膝使うのめっちゃ楽ですよ、これ。あ、これ。やばい。やば。もうこれ、これがカット。もう今回は案件でも何でもないんですけど。そうです、ね、素晴らしい商品、これは。よくない、こうちゃんのよくない。かろうじてニーズ、人数になさそうね。なさそうです。じゃあなんかお祭りに出てきて。上手と思いません？高校2年生が。やばい、帰る。ねえ、なんかもう慣れてるもんね。うん、ノールックスも睨んでるよ、めっちゃ今めっちゃ睨んでたよ。かわいい、でかくなった。プリお父さんそっくり。あ、そうなんだ。確かに、確かに。ねえ、カエルが1位。かわいい、マジ。翡翠もこういう時あったんかな。あっただろうね、それはね。あなたもぐるぐる電波でした。あ、そうなんだ。翡翠ちゃんこんなまっすぐじゃない。そう、もう実験失敗したぐらいのバーンみたいな。なんか想像つかないね。縦横無尽でしたよ。はい、何重も。そう、ぐるぐるって。コロネ、コロネ、コロネ。あ、チョココロネみたいな。大仏みたいな。行き過ぎだ。さっきから。黙って聞いてるやん。そうだよね。またあったじゃん。なんでこうちゃんいいのだって。じゃあ今日撮影してたもんな。誰だ誰だ、お前は誰だ、お前誰だ、誰だ、お前は誰だ。永遠と握っていくわけですか。やめていいよ。キラも元気だな、やっぱ。やっぱキラ面倒見よかったっすか。うん、めちゃくちゃ。一人で行きたいから、ちょっと待って。一番よかった。ありがとうございます。これは、お
寿司を作ってる。リカ、お寿司作ってるの？リカ、お寿司どっち好き？みなちゃんとお寿司どっち好き？みなちゃん好き。ああ、チーズだけど。かわいい、かわいい。後でリカ、ヒューしたけどね。それは。いらん通訳がおるな。なんか幸せな気持ちだったのにさ、ああいうの。ちょっと通訳さん、通訳さん。はいはい。ちょっといいですか。はいはい。いや、俺ステップ好きよ。はい、撮りますよ。はい。こっちよ。はい。あ、いっぱいいますね。リタが好きなんですよ。あ、そうなんだ。リタで大好き。いい女がいいんですよ。あ、って。ライムってね、めっちゃこもりしますから。あ、そうなんだ。あとね、甘い。甘いよな。優しそうだもん。はい、みんな、あ、お手伝いしてるの偉いんだけど、こっちね、熱いのが重いから、じゃあお箸ちょっと持ってったら一回向こうで待ってよね。ちょっと待って、じゃあ向こうで数えよっか。向こうでやってくださいね。せっかくお手伝いしててもさ、怒られちゃうから向こう行こう。はい、はい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 、どいてくださいよ。で、あとは、あとは何お前何をしとんねん、さっきから何をしとんねん。え、誰だ、あなた。あんた誰？リーダー。言わない、言わない、言わない、なんて。そういうことや。だよな。ああ。よし。あんたどこや？あ、どっちだ。みな。みな。ありえるさん。みなこありがとうは。みなちゃんありがとうで。どうですか、3人目は。かわいいです、もう孫のようです。すんごい、レイカちゃんの後ろにみなほさんが。でもなんかやっと大家族感が。
うん、最近さ、なんかさ、みんな忙しくて、ゆずこゆう、れんとみなこで4人でご飯食べることがあった。なんかリスがさ、学校行ったりとか。なんか塩がおなら振ってたりね。ね、おなら振ってたりね。でこの辺まだしてないよ。待って、だとしたらノエル説出てくるね。失礼。キザとキラッと。いいね。ありがとう。レモン水でした。ラーメン屋のレモン水とか好き。わかる。いいよね、さっぱりしてね。隠したつもりだろ。ビールの音したよ。なんか聞こえたな。隠したつもりだろうけど。レイカ何キロ大きくなったと思う？はい、問題です。7キロからから聞いたし。7キロぐらいありそう。今5キロぐらいあるってこと？それとも5キロ大きくなった？5キロ。ちゃんとどっちかに。5.5で。6やれんとこ。さあ答えを発表してください。じゃあこれで5.3キロです。塩一番近い。大きくなって、やめやめやめ、楽しみたい。声を楽しみたいから。はい、まだちょっとふにゃふにゃ感。はい。なんか新生児の鳴き声がそのまま大きくなったみたいな。水。手見つけたんだ。開いて。見つけたね。見つけたんだ。手見つけてるね。手見つけてる。ほら。どういう意味？自分の手でこうやって遊んだりする。手の存在に気づくの。うん。はっ、俺の手やって。急に性別変わった。右手、左手、右足、左足があって。エグゾリアみたいな。なんか、今すごいあれ、あれ。あ、髪切り虫事件だ。この間ライブ帰ってきて、上に来てる時にさ、みんなやばい、助けて、助けてって言って、助けてって言って、降りてきたら、ここに、ね、手のひら台ぐらいの髪切り虫が、めっちゃでかっ。やばい、やばい、助けて、ずっとかっこいいポーズでずっと。怖いね、手のひら台はやばいわ。めっちゃでかかった。触れた？しようが。髪切り虫って何？手のひら台の何か分からないやつを想像しとった。思ってるよりちょっと気持ち悪い。なんか細長い、なんか七草みたいな。いや、なんかクワガタムシの細長いな。ひな棒みたいなやつ。ひな棒？七節だろ。クワガタムシの細長いな。みんな言ってんの。クワガタムシ。でも今日キラお花クソって言ってたから。何丁寧にしとんねんって。キラは何ヶ月ぶりかな帰ってきたの。もう里帰りぶりだよね。あ、違うわ、里帰りの後の、あの、あれだ、1ヶ月検診か。うん、キラ1ヶ月検診もあるじゃない。ちょっと待って、撮影しないでなんか息をご飯だけ食べて解散してたみたいな。なんてことをバラすの。いや、脳はいなかったから無実です。あれか、キラが検診行ってる間に二人でご飯食べてきたみたいな。罪が重くなっていく。どんどん重くなっていく。いろんなことがされてる。全然待ってたんだよ。そうだよ、心配でさ、喉にも通らなくてご飯も。めちゃめちゃ通ってたんだよ。あくん、これ美味しいよ、食べる。あ、待って、ちょっと絞ったやつだけど。うん、スプ
っぱくない。じゃあママ食べてみるね。だから何食べたの？酸っぱくない。おいしい。みんな食べていい？ねえ、レッド、ここ持ってきて。みんな、ここにある。みんな食べて大丈夫だよ。じゃあこれ何食べた？うん、おいしい。めちゃくちゃ酸っぱい。じゃあ。でかい。違う。本当じゃない。酸っぱかった？でかいって言った。ごめん、マジで。いや、もう一回やってみたら、たぶん口の前全然平気だったわ。今さっき多分、これが酸っぱかったんじゃない？欲しい、めっちゃ鼻丸。もう一回食べてごらん。もう一回食べてごらん。もう一回食べて。新しいの？新しいの？ってなりそうだもんね。キラ、でもちょっと月1ぐらい遊び来てほしいですけどね。そうね、だってさ、すごい久しぶりに会って、だいぶ大きくなってたよね。ふにゃふにゃなったやつがもちもちになったよね。喧嘩したらいつでもおいでよ。キラが最近喧嘩してんの？いや、喧嘩するもんなんか言って。喧嘩する人もいないもんね。うん、そうですね。